JAMF スクールへようこそ。JAMF スクールはモバイルデバイス管理ツールです。教育用に作られており、保護者や教師向けのアップ、そして教育に特化したユーザーインターフェースなど、魅力的な機能を備えています。教室での使用を開始したその日から簡単に使いこなすことができます。JAMF スクールに初めてログインすると、 設定アシスタントが表示されます。設定アシスタントはデバイス管理の基礎を説明し、わかりやすくガイドしてくれます。ほとんどの学校では30分以内に JAMF スクールを立ち上げることができます。最初の設定が終わると、JAMF スクールの管理ポータルにはユーザーフレンドリーなダッシュボードが表示されます。これにより、 導入の概要を簡単に把握することができ、よく使われるアップや最もアクティブな JAM スクールティーチャーのユーザーなど、教育に特化した情報を得ることができます。ダッシュボードはカラフルで見やすく、非常に有益な情報を提供します。まず、Apple の自動デバイス登録についての基本的な理解から始めましょう。学校が Apple のデバイスを購入すると、そのデバイスは Apple スクールマネージャーに登録され、JAMF スクールは Apple スクールマネージャー内のデバイスと同期します。その結果、デバイスに初めて電源を入れたときに、JAMF スクールのような MDM サーバに登録されているかどうか確認するため、Apple と通信を行います。その後、すべてのデバイスをワイヤレスで登録するための処理を開始し、 ご自身が設定した指示に従います。これを自動デバイス登録と呼びます。以前は DEP と呼ばれていたものです。Apple の自動デバイス登録についてご説明したところで、次はデ e p プ,プロファイルについてご説明します。これは箱を開けてすぐの時、もしくはデバイスが初期化された後のデバイスの動作を定義するところです。 Apple Pay や診断といったオプションをスキップしたり、逆にパスコードの設定を表示させたいといった場合は、ここでその選択をすることで、デバイスの初期設定のプロセスを短縮することができます。また、共有 iPad、登録時の認証、プロファイルの削除不可といった教育に関わる重要な機能を有効にすることもできます。 デフォルトのデッププロファイルを作成して新しく購入したデバイスの導入をさらに効率化することもできます。デバイスセクションの概要タブでは登録されたデバイスの一覧を見ることができパワフルなフィルターを使って最も興味のあるデバイスを簡単に検索して絞り込むことができます。デバイスの名前をクリックすると JAMF スクールが収集した デバイスに関すする詳細な情報が表示されますこのデバイスの詳細ページでは、デバイスのシリアル番号、割り当てられたユーザー、デバイスの空き容量などの情報を見ることができます。インストールされているアップやプロファイル、アクティビティログなどの情報もクリックするだけで確認できます。少し下にスクロールすると、各デバイスで利用可能な クイックアクションが用意されています。クイックアクションでは、デバイスのロックやロック解除、再起動やシステム終了など、一般的なデバイス管理タスクをクリックするだけで実行することができます。これらのオプションはすべて簡単な場所に用意されています。また、デバイスが行方不明になった場合、紛失モードを使うことで、 デバイスの緯度や経度といった位置の確認が可能です。その際、IT 管理者がデバイスの位置を探していることがデバイス上に表示されます。デバイスの詳細を個別に管理することも可能ですが、デバイスをグループで管理することもあるでしょう。JAMF スクールは、スタティックグループとスマートグループの両方をサポートしています。 スタティックグループは手動で作成されますが、スマートグループは IT 管理者が設定した基準を使って自動的に作成されます。例えば、特定のロケーションにいる生徒や、特定のクラスに在籍している生徒のグループを簡単に作ることができます。これは、後でこれらの特定のグループに基づいてアップや設定を展開する際に役立ちます。デバイスをグループに追加した後、 デバイスの設定を変更したり、追加することがあるかもしれません。プロファイルを用いることで、デバイスの設定の変更を行うことができます。プロファイルは、Wi-Fi の設定やエアプリントなどのアクセスを提供するために使われます。また、iMessage や App Store、App の追加や削除など、特定の機能へのアクセスを防ぐため、プロファイルを用いて機能制限をかけることもできます。 これらの設定をデバイスに適用する場合、先ほどのステップで作成したスマートグループに設定することもできます。アップタブを見てみましょう。ここでは JAMF スクールのアカウントに追加されている全てのアップを確認することができます。このタブからは、アップの追加、各アップで利用可能なライセンスの確認、一括購入、VPP との同期ができます。 JAMF School では Apple School Manager と組み合わせることでアップを簡単に入手し Apple ID を必要とせずともデバイスにインストールをすることができます。これらのアップは自動的にデバイスにインストールすることも JAMF School Teacher や JAMF School Student プで必要な時にインストールすることもできます。プロファイルと同じようにスマートグループで簡単にインストール先を設定できます。 クラスタブでは、JAMF スクールに関連付けられたクラスの一覧を確認することができます。これらのクラスは一括または個別に更新され、Apple スクールマネージャーと同期することができます。個別のクラスを見てみましょう。このクラスの全ての教師と生徒が表示されています。また、クラスで使用する共有 iPad に対する制限なども このセクションで設定ができます。JAMF School Teacher は、クラス全体のレッスンを準備したり、特定の生徒に対してカメラの使用を制限させたり、レッスン中に別のグループを作成したり、試験のために特定のアップに制限させたりなど、その場で設定を簡単に管理できるようになります。JAMF School Teacher は、 アップルのクラスルームと組み合わせることで、日々変化する現代の教室のニーズをサポートします。学校が一人一台のデバイス配備プログラムを提供していて、生徒がデバイスを持ち帰ることができる場合、生徒がどのくらいの時間デバイスを使っているのか、どのようなアップにアクセスしているのか、保護者は心配になるかもしれません。JAMF スクールは IT 管理者と一緒に 保護者をサポートします。学校が終わった後にデバイスの使用を制限することで、家庭での子供たちの教育を支援します。j a m f p a r e n t ッ p は j a m f s c ー l テ t e a c h ア r p と同じような機能を持っていますが、IT 管理者の指示のもと、保護者のために特別に作られています。j a m f s c ー l は設定が簡単で使いやすく、そしてサポートを受けるのも非常に簡単です。 実際に製品から離れる必要はありません。チケットシステムが内蔵されているので、サポートチームが迅速なサポートおよび解決策をご案内するため、安心してご利用いただけます。詳細につきましては、弊社の担当者にお問い合わせいただきますか、www.jamf.com スラッシュ ja からトライアルリクエストページをご覧ください。